評価が高いのはフォン、スーパーグレートだけど中身はベンツ。このボルボ乗ったら本当に乗用車です。ジェプラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、かほです。今日は株式会社吉野自動車さんにお邪魔しています。吉野自動車さんはラグジュアリーなトレーラーヘッドを中心に、トラックのことならうちに任せろということで、とっても頼もしい会社です。吉野自動車さんは YouTube チャンネルをお持ちで、そのファストエレファントチャンネルさんとのコラボということで今日はお送りしたいと思います。こちらです。お願いします。あ、お願いします。お願いします。お伺いしてもいいですか。はい、私吉野自動車の中西と申します。中西社長さん。はい、社長やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉野自動車ファストエレファント店長、はい、アルです。アルさん、よろしくお願いします。外国の方でいいですか。ドキドキえ、もう全開ですよ。全開。いや、日本人に変装してきたんだけど。何人、どこの。ペルージペルージペルアードペルアードそういうペルアードそう。なんて略ですか。ペルージペルージ。そのままだったね。そのままだった。題して、はい、スペイン語で高いはカロ、カロ、カロ、はい、カロで安いがバラと、バラと、スペイン語で言うとですね、vamos a ver el precio de los camiones, cuál es el más caro y barato。 すごい、お題して、すごい、ちょっと長い、カロイバラト、カロイバラトで行こう、はい、行きましょう。安くなっていくとバラト、バラト、バラト、高くなっていくとカロ、カロ、カロみたいな感じ。わかりました、すごい。 vamos a ver、El precio de los camiones, ¿cuál es más caro y barato? ¡Caro y barato! ¡Yay! ¡Yay! まず1台目がこちらになります。じゃん、ギガです。ちょっともう、そう、マーク見えないですけど、これ、イスズのギガになります。去年出たばっかりの車で、はい、ちょっと上を見上げてもらうと分かるんですけど、はい、めっちゃ高いんですよね。高いですね。まあ、国産すべての車、ハイルーフっていうタイプあるんですけど、はい、その中でも、このイスズのギガが一番ハイルーフとしては、背が高いと、はいはいはい、まあ、それが一番の特徴ですね、はい、中乗ってもらうと、はい、運転座っても天井が届かないみたいな。あ、もう届かないです。こんな感じ、もうこんな感じになります。え、アルさんでも届かないですか。いや、僕は多分届かない。届いちゃうんだ。そうなんですね。まあ、外観は一番のそれが特徴と、はいはい、あと、まあ、ちょっと真面目な話すると、はい、他のメーカーさんの中でもまあ、割と軽く作ってある。あ、そうなんですね。排気量も若干小さめだったりとか、でもちゃんとエンジンパワーがあって、はいはいはい、なので、あのトラックって重が重いよりは軽い方が、はいはい、まあ、積載が取れたりとか、まあ、あのメリットはあるので、はい、まあ、そういった意味では椅子のギアは、まあ、背が高いのと、まあ、軽く作ってあるっていうところが特徴的だなという感じだと思います。セニョリータカホ、パッと見て、はい、そうですね。ルックスどうですか。ルックスを、ルックス好きです。ギガは、あ、好きですか、はい、いや、こっちじゃないから。セニョリータバラートですか、カロですか。これバラートカロの間ぐらい。あ、これ1台目なんで、まあ、これが基準にね、してもらって、軽く作られてて高さが高い、はい、でもパワーはある、排気量が少ない。じゃあ続いて2台目いきましょう。こちらです。はい、こちらはちょっと堂々と真ん中にマークありますね。クオンじゃん。クオンですね。ユーデートラックスのクオンっていうトラックです、はい、中身はほぼボルボという。ボルボ。そうなんです。まあ、あの見た目はですね、これもう完全クオンなんですけど、はいはい、今の現行のクオンは中身全部エンジンもミッションもアクセルと、はいはい、まあ、要はこう見た目だけがクオンで、あと中身実は全部ボルボという。そうなんですか。え、なんか内装とかもですか。内装はクオンさん。内装は実はクオン。エンジンとかがってこと。そうそうそう。ああ、なるほど。ボルボはやっぱりあの世界ではシェアが高い、まあ、国産メーカーでも全然販売してるトラックですので、まあ、その流れの経験を積んだエンジンとかね、それが載っておりますんで、なんで国産なんですけど、その品質クラスはこう外車並みっていうか。あ、世界基準みたいな、はいはいはい、じゃあちょっと軽うかもしれない。そう。まあ最近国産の車もね、大型トラックオートマ多いんですけど、はい、その中でも一番評価が高いのはクオンのオートマです。変速ショックとか、はいはい、もう滑らかで、
まあ、なんか高級車を乗ってるぐらい。あ、そうなんですね、うん、乗用車として一緒。トラックすらこういうイメージ。あ、そうですね。これは昔だ。あ、はいはいはい、オートマでカチャッて。でもポイントですよね、これ、うん、ボルボのエンジンが積んでるっていう。だから値段が高いか低いかそこでちょっと。高いっぽいな。そうなんですよね。高いと思っちゃいますね。一番ね、ちょっと迷う車種だと思う。はい、まあ、このマークの通り3台ですけど、はい、三菱思想のスーパーグレートですね。スーパーグレート。でこれも実はちょっとクオンと似てるところがあって、はい、中身はベンツのエンジンを使ってます。高そう。ミッションもベンツです。だちょっと似てるんですね。あ、そうなんだ。さっきのクオンも中身はボルボ、外はクオン、まあ、これも外見はスーパーグレートだけど中身はベンツ。でただまあもともと国産の中ではやっぱもう何十年とやっぱスーパーグレートっていうのは人気の車種になってるんで、そこがちょっとさっきのクオンとは、うん、あ、まあ人気だとちょっと高くなったりしますもんね。ミラーがねちょっとね、確かに特徴的ですね。そうそうそう、服装だけなんかちょっと違う感じが、いいですよね、はい、個人的には好きな形のミラーですけど、うん、さっきのボルボベースの理由で、はい、ベンツベースの、スーパーグレート、はい、うん、これはね値段的にはちょっとこんな感じになってきましたよ。評価的にはでもあっちの方が評価がいいです。まあ、どちらかというと、これ微妙だな、あんまり言いたくない。両方ともいいんですよ。はいはい、うん、いいわいい。まあ、ただまあ我々あのボルボディーラーです。それをクオンの方がいいと言わざるを得ない。すいません。なるほど。ちなみに海外では両方ともトップクラスですよね、ベンツのボルボ。ああ、そうなんですね。なんでそこもちょっと、そうですね、そうですよね。世界シェアでいうと2トップがベンツとボルボになるので。あ、そうなんですね、うん、2トップだ。じゃあ2トップ、まあ、それが中身が入ってるっていうのはでかいです、ね、まあ、ヒントかな。来ました、ついに来ました、ボルボ。まあ、何度かね話が出ましたけど、はい、本物のボルボです。はい、まるでさっきのが偽物みたいな言い方ですけど、これはもう中身も外身もボルボ、はい、しかもこれはですね今年出たばっかの新型です。このヘッドライトがすごい特徴的で、全旧型と違うのはヘッドライトが一番特徴的ですかね、はい、これだけ見たらどこが光ってるのみたいな。そうですよね、細すぎる。すごい V って感じ。ここに全部入っちゃってるんですよね。このボルボを紹介するっていうと、まあ、ちょっと我々本職なので、はい、ちょっと1時間ぐらいかかるんですけど、はい、多分ちょっと収まんないと思うね。ボルボは、ね、でも本当に盛りだくさんありすぎて、で僕もですね、はい、デザイン性はもう圧倒的にボルボが一番かっこいいと思ってます。はい、で今回のこの新型になってからミラーがあります。でライトも変わってます。そしてグリルもこれ変わってます。はい、でこのボルボ乗ったらもう本当に乗用車です。あ、そうなんですか。内装が違うだけでこんなに違うものかって。へぇー、ミッションもだってね、あのここについてる、はいはいはい、本当に乗用車感覚で乗れるっていう、まあ僕はそれが一番売りかな、その乗用車感覚で乗れる、はい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 、もうスーみたいな。そうそう、スー。へぇー。そうなんですね。車はこうスーとスーと。そうなんですね。でも本当にあのね、乗り心地はもう乗り心地はもうすぐ、なるほど、すぐんですよ。いろんないいところがあるので、はい、乗り心地をちょっと宣伝して、はい、宣伝して。え、高そう。ボルボだからっていうのもある。これはもう言わずともみたいな感じ、はい、そうですね。次のやつをちょっと見て、はい、ぜひね比較してほしいです、はい、顔を。続いてこちらになりますね。お、グリルが黒くなった。これがあの去年まで販売してた1個前のボルボになります。はいはい、まあ、見た目でいうとやっぱこのヘッドライトがね、はい、まあ、さっきと全然違うなっていう印象あると思いますけど、そうヘッドライトと、ね、やっぱグリルも形は一緒なんですけど、向こうの方がちょっとね高級だった感じ。近くに行って見ないと分かんないっていうか、知る人ぞ知るみたいな感じ。ミラーがこれなんですよ。1個前のミラーってこういう感じなんですよ。はいはいはい、じゃあトラックっていう。僕はねちょっとこれがダメなんですよ。ユーロミラー、やっぱユーロで行ってきた。はい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 、前からでも実はですね、そんなにすごいね、あのチェンジしてるわけじゃないんですよね。新型と旧型で横を見るとそんなに変わらないです。で後ろから見ても実はそんなに変わらないです。あ、そうなんです。細かいところがちょっと、ね、新型になってるっていう。へー。
空間は一緒なんですけど、はい、部分的にはちょっと変わってます。あ、そうなんですか。そうなんです。これはね、ぜひちょっと、ね、参考にしていただきます。参考に、とても参考になりました、うん、分かりやすい、これはセニョリータカホ、はい、シンキングタイム。あ、スペイン語で言うところはね、こう英語普通に。シンキングタイムでいきましょう。はい、ギガで。ギガ、はい、ギガマックス。ギガ、ギガマックス。でもギガマックスですよ。ギガマックス。値段もギガマックスかもしれない。でも高いのと軽いのとエンジンはね、ちょっと排気量ちっちゃい、うん、っていうんで一番安い。ちょっとなんか俺最初言い過ぎたかなほぼ答えを一番安いで5位です。5位、はい、はい、どうですか。正解です。イエーイ。ちょっとヒント出しすぎたかな、はい、じゃあ次に高いのいきましょう。そこが問題、はい、次がクオン。クオン、クオン、クオンか、うん、あ、でもこれもですよね、なかなか。これも結構もしかしたらです。でもボルボと、もしも万が一ですよ、はい、クオンで、はい、クオン正解です。もうちょっとすごい、こっからが多分本当に難しいと思う。難しいですか。実はあ、そうですね、うん、なんせメルセデス・ベンツが入ってますからね、あの、はい、三菱のベンツとあとボルボ2台ですからね、新旧の。じゃあ次3位。じゃあちなみに参考までに、はい、まあ、先ほどあの一番低い価格って言ってた、はい、まあ、ギガとクオンですけど、実はうちの販売価格はまあほぼ一緒で。あ、そうなんですか、はい、税別で1100。ちなみに今回出店出てないですけど、はい、プロフィアが1300。はい、今の時点では一番バラートがギガとクオン、クオン、そういう位置づけの時です、はい、その次ってことですね。その次と言いますとどこでしょう。3位はうわ、むずいな。じゃん、こっちで。ここボルボ、ボルボ、去年までのボルボですね、はい、やばい、外れてそう。どうでしょう、どうでしょう。かけました、ちょっと旧型ボルボ、はい、残念です。残念、じゃああれですか。旧型ボルボも舐められたよね。スーパーグレート、ちょっと舐められたな、はい、3位スーパーグレートですかそうです。そうそう、もうなんかそれ普通すぎるかなと思ってこっちにしたのにあえてのあえてのでちなみにこれはちょっとまたワンランク上がって1400。おー、1400万です、はい、ボルボはすごいですね。マンション買いますということで、はい、今回ご紹介したトラックの中で一番高いハイな車は、はい、こちらになりますね。そうです、今年出たばっかの新型のボルボになります、はい、わー、お値段は参考価格ですけど、1500。1500と2台買ったら1台は立てちゃう。いや、1台でも買えるでしょ場所によっては、はいはいはい、すごいですね、はい、これが一番カロでしたね。カロでしたね。ということで、まあ、一番高いのと一番安いのは、まあ、見事正解ということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったですね。ただ、はい、もう一台実はあるんですよ。もう一台ちょっとね、ご紹介したいスペシャルな車があるんですよ。あ、スペシャルな車が、はい、ね、入り口に止まってます。お、入り口に行きましょうか。はい、お願いします。楽しみ。あちらになります。はい、では先ほど言ったスペシャルなトラックはこちらになります。こちらです。うわー、すごいです。これ車種わかります。クオン。あ、そうです、はい、あ、分かっちゃったか。じゃあ実はあのほらエンブレム取っちゃったんで分かるかなと思ったんですけど、す
あのファストエレファント、エレファント、そうエレファント、すごいエンブレムかっこいいですね。まあこれはだから実はそのファストエレファントっていうのは、はい、ボルボトラックのカスタムラインとして立ち上げたブランドなんですけど、はいはい、5月に行われたトラックショーで、はい、まあ、新たな試みとして、はい、まあ、国産をカスタムしようと、おいうので洋風にカスタムしよう、そうで作ったのがこちらになります。へえ、プラスこれはちょっとあの実際はあの、はい、我々ファストエレファントと、はい、アタゴボデーさんというところとコラボで制作した、まあ本当にこう特別中の特別な一台になってます。もう一台だけの、うん、上にエレファントエクスプレスって書いてある。エレファントエクスプレス、かっこいいですね。ちなみにこの辺はね、全部今回関わってるのは全部アルなので、アルさんが全部結構いじった感じで、まあ、あのいじってもらったのはアタゴさんがプロデュースした感じになります。へー、はい、素晴らしいセンスでボルボに劣らない1台を国産に作りたかった、それがあります。ただあの今ヨーロッパって意外とメッキ少ないんですね、はい、あ、そうなんです。メッキを装着が少ないんで、はいはいはい、そうそう、メッキを、まあ、徐々になくしていこうという。確かにここだけですもんね。そう、塗装部分を増やした感じです。グリルを逆に引き立たせる。はい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 、ヨーロッパって結構ライトが流行ってるんです、まあ、日本もライトが流行ってます、はいはいはい、日本もライト流行ってるんですけど、うん、はい、あえてそのヨーロッパ風のライトをこうつけて、はいはいはい、向こうのスタイルを入れる。双子さんのすごいところっていうのは、はい、まあ、あのこういうバイザーも、ね、全部作っていただいて、あ、バイザーも、そう、フロントバイザー、はい、じゃあ届いてないけど、これが実はですね、全部ワンオフです、はい、あ、そうなんですか、はい、この車体のために、この車体のためにもう一つしかないですね、うん、はい、へえ、横もですね、はい、すごい、そうなんですよ、バンパーメッキ少なめとか言いながらめちゃくちゃ横行ったら、そう、はいはいはい、そうなんです。だからちょっとまだね、融合みたいな感じです。はあ、なるほど。こうやってスタイルはでも少しヨーロッパ風に近づけてる、はいはい、しかもこれがすごくないですか。なんといってもこれ見えます、これファストエレファント、そうそうのロゴをね、ここに入れてもらったと。へえ、こんなことできるんですね、はい、それはもう本当にアタゴさんの技術というところで、まあ、その辺をコラボさせていただいた一台で、後ろの部分のそのフェンダーのところ、はい、これはもう完全にボルボの移植しますから。あ、そうなんですね、はい、ちょっと分かんない人だったら、あ、ボルボも知ってる、あ、よく見たら、あ、ユーゼーな、ぜひご購入の方をよろしくお願いします。そうです、お値段は、はい、気になるお値段は、はい、これ先ほどあのご度合いもご紹介しましたけど、はい、実はこの車が一番高いです。一番高いすいません、気になる。さっきあのノーマルの場合はね、あのクオンが一番こう安い、うん、はいはいはい、っていう話でしたけど、まあ、この車は、まあ、我々でカスタムして、はいはいはい、したので、お値段の方で言うと税別で1600万円。1600万、はい、新型よりか、ボルボの新型よりか高い。実は高いと。すごい。すいません、クオンだけどカスタムしてあるんで、そう、すごいですね。ただ本当にこれは全てワンオフで作ってありますので、はい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 、結構あの刻んでありますもんね。そう、もういろんなところにこうロゴを入れたりとかしてますんで、もうこのカプラーも普段こう鉄なんですけど、このアルミでできたりとか、世界に一台のクオンも欲しい方はお待ちしております。ご連絡お待ちしてます、はい、1600万。運転席はこんな感じ、なんかこう180でちょうどすごいスタイリッシュな感じの、さっきのこうクオンとそんなに変わらないですね、はい、ボルボっぽいんで、ね、そうです、あ、そうなんですね、はい、ということで今日は5台のトラックを細かく説明していただいて、もうこの当てるクイズはとっても楽しかったです、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あともうこれが最後めちゃくちゃかっこよくて、もうクオンなのに結構もう洋風にしか見えないぐらいかっこよくて、もうほとんどのパーツがワンオフっていうことで、すごい貴重なものを見させていただいてありがとうございました。いえ、ありがとうございます。では今日はここら辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう、はい、またね、バイバーイ。